フレイヤ様、自分からも一点ご報告が。先日ベルクラネルにシル様のことを尋ねられました。それで？そのような娘はここにはいないと伝えた次第です。そういえばヘディン、女神祭が始まる前から随分と勝手なことをしてくれたようだけど、一体何のつもりだったの？あなた様のエスコートを任せるにはあまりに不甲斐なかったため、調教させていただきました。結果的にグサギが御身に不快と悲しみを与えたこと、身をもって償いよ。気にしてないけど。気にしてないけど。気にされている。シルは？シルって何？それって人の名前？逆にそんなやついたかにゃ。やめな。宮川ちゃん、みんながシルのことを。宮川ちゃんは違うでしょね。覚えているさ、あのバカ娘のことは。だが私たち以外誰も覚えちゃいない。女神がバカ娘の存在を消した。こんなのあんまりにゃ。どうして、どうしてシルを？止まれ。あ、兄様。何も気づかずあのまま塞ぎ込んでりゃいいものを。ついてこい、すべて教えてやる。いらっしゃい、アーニャ。ひどい顔よ。何か嫌なことでもあった？フレイヤ様、シルを一体どこにやったのにゃ。もういないと言いたいところだけれど、納得しないだろうから会わせてあげる。え？こういうことだよ、アーニャ。酒場であなたにずっと接していたのは私。フレイヤはシルで、シルはフレイヤなんだよ。違う、違う、違う。こんなの違う。お前はシルじゃない。シルなんかじゃない。シルを返せ。バカよ。アーニャ。槍を下ろして。いいえ、このまま叩きのめし。下ろして。わかりました。あなたは本当にシルなのですか？アーニャに言っていたこと事実なのですか？私を助けてくれたことも、あの酒場の日々も、あなたにとっては遊びだったのですか？私はもう嘘はつかないから、何も我慢しない。だからお願い。あなたはシルではない。あなたがシルだと私は認めない。黙って。ごめんね、リュウ。すぐ解くから。そうだ、リュウも一緒にベルを独り占めしない？他の人にベルを触られるのは嫌だけど、私、リュウだけならいいよ。リュウだから許してあげる。一緒にベルをめでよう。ドロドロになるまで愛し合って一つになるの。そうすればリュウは子供ができるかも。アレン、その子を連れてきて。魅了を施さないのですか？干渉よ。この子の魂を汚したくない。約束通り、アーニャの方はあなたに任せるわ。いらっしゃい、ベル。どうしたの？何かあったんですか？なんだか元気がないように見えて。よければ僕が話を聞きますけど。干渉が少し。友人だと思っていた相手を傷つけた。仲直りは？無理よ、私が悪いんだもの。だったらその謝れば。一番欲しいものを決めてるから。そのためには何だって切り捨てると決めたの。もし捨てちゃっても拾うことはできませんか？一度捨てたものを拾えたら、きっとそれは前よりずっと大切なものになるはずだから。ベル、好きよ。え？あなたのことが好き。え？はあ、やっぱり好き。
シルさん。え、あ、なんで僕。愛の女神が目の前にいるのに他の女の名前を出すなんて一体どういうつもり。こんな侮辱初めて受けたわ。出てってちょうだい。